決して楽しいことばかりではなかった10年間、私を救ってくれたのはここ新潟県です。そして本当に皆さんのことが大好きです。今までみんなのために頑張ってこれたのはみんなのことが大好きだからです。周りの人に恵まれて私は本当に幸せでした。ありがとう。